はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、これはあれですね、ハイボールです。ジムビームハイボールのオレンジです。ジムビームがね、まあ、嫌いだと言っときながら買ってるんですけど、まあ、限定です。限定醸造ですね。アルコール度数が 5% で果汁が 0.5%。世界ナンバーワンバーボンブランド、ジムビームのハイボール缶です。原材料名が、ウイスキーとスピリッツとオレンジと糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。でね、ちょっとこれ気になるんだけど、世界ナンバーワンバーボンブランド、ジムビームのハイボール缶ですって書いてあるんだけど、ここに米印が書いてあって、2015年、販売数量って書いてあるんですよ。中訳でね。つまり、2015年、もう今2017年ですよね。あれ？これはまさか過去の栄光にすがっているのでは。つまり2016年は、おそらく世界ナンバーワンではなかったということになる。過去の栄光を引きずっている。引きずっているっていうか。ね。なんかかっこ悪いですね。普通になんかかっこ悪いですね。今日はですね、つまみ。つまみというかですね、最近ハマってるものがありまして、野菜スープですね。こちら、野菜スープ。適当に野菜ぶつ切りにして、なんか、コンソメとか入れて、まあ、簡単に作るんですけど、そこにですね、これが、うまいのが、これ、ウインナーですね。ウインナー、これは、ウインナーちょっと安いやつなんですけど、以前ね、数日前に食べたんですけど、なんだ、シャウエッセンのね、ウインナーでね、を入れてね、こうやって、茹で、これを作ったんですけど、すっげえうまくて。うん。まあ、これも、まあ、安い、うん。まあ、でも美味しいですね。ウインナー、本当に美味しい。うん。最近、このウインナーにハマってましたね。うん。まあ、いろいろね。一口にウインナーといっても、結構いろいろ種類が、まあ、ブランドからね、いろいろ出てます。うん。まあ、いや、乾杯。このジムビームの独特のこの臭さ。これなんていうんだろうね、これね。なんか、異常なこの味わい。香り。非常にどぎつく残ってるんだけど、まあ、それにか、オレンジの香りが、まあ、ほんのりとプラスされて、まあ、あんまり美味しくはないですね。微妙だな、俺な。ああ、でもいろいろ、ウインナーも、ね、いろいろあるんですよね。ウインナーね。俺、ほとんど食ったことないんですよ、ウインナーって。高いから。高いじゃないですか、普通に。ね。ウインナー。
美味しい。まあね。ウィンナーはね、俺、ボイル派ですね。焼くんじゃなくて、ボイルですね。やっぱり。やっぱ、ボイルですね。ボイルが一番うまいと思う。焼くよりは。なんだろう。なんか、ボイルすると、焼いた時よか、なんか、肉汁がこう、ブチュって出てくるじゃないですか。あれがいいんだよね。あれが大好きなんですよ。みずみずしさね。まあ焼くとカリカリになる。カリカリっていうか、まあ、になるけどさ。ああ、これとかね。アルトバイエル。アルトバイエルも高いんだよ、これ。一袋。だいたい二袋に、二袋ってさ、重ねて売られてるじゃん。あれでだいたい、いくらじゃない？二袋で、300円とか、するんですよ。高いんだよね。しかも、二袋って言っても、量的に、一袋の量が全然少ないんだよね。5本ぐらいしか入ってないんだよ。あんなさ、合成なんて、合成っていうこともないけど。ね。5本とかしか入ってねえ。まあ、いわゆる高級品ですね。もう俺からすればウィンナーとか、高級品だから。だからなかなか食えなくて全然食ってなかった、でも久々に食ったらね、本当に美味しいですね。あ、うますぎてやべえ、マジで。食ってる時になんか幸せな気分になる。やっぱりある、なんだっけ、シャウエッセンとか、アルトバイエルンあたりが一番美味しいっすよね。皮がさ、結構厚めなやつね。パリっていうやつ。あれが半端ないですね。逆に全然皮がないやつは俺嫌いなんです。あんまりそんなに、美味しくないよね。やっぱり。やっぱ皮割りが一番うまいっすね。まあお酒のつまみにもなるし。本当にうまいと思う。ただそれだけ高いんだけどね。うまいだけ。あ、そう。あと、最近っていうか、ウィンナーで思い出したけど、ドトールだっけ？ドトールコーヒーだったっけな。ドトールコーヒーだったかで売ってる、ドトールだったっけあれ。で売ってる、なんか、ホットドッグみたいなのがあるんですよ。
あれめっちゃうまかったね。うん。ドトールだったっけ？あの、ホットドッグ。ホットドッグがね、すげえうまいんですよ。これですね。ドトールです。ドトールコーヒーのジャーマンドッグっていう、あの、1個220円の、まあ、やつなんですけど、ホットドッグですね。これがね、シンプルにすげえうめえんだよ。マジでね。ただ1本、ソーセージが入って、あと、あの、からし、マスタードが入ってる、まあ、パンなんですけど、これがね、これぜひ食ってもらいたいですね。あのね、何がうまいってね、これね、これ、ソーセージはもともとうまいんですよ。うん。ソーセージはもともとうまいから、単品で食ってもうまいんだから、うまいに決まってんだけど、これがね、実はね、あの、本当に美味しいのが、パンですね。パンの部分が、これ、あの、なんていうのかな、こう、パリパリって、パリッパリッとした、こう、すっごいいいパンなんですよ、これ。俺、あの、ちょっと、あれなんかな。フランスパンっぽいやつ。フランスパンですよ。どちらかというとフランスパンです。結構サクサク、パリッとしたやつ。結構固めなやつですね。外側が硬くてパリッとしてて、で、中はふっくらのタイプですね。確かね。これがすっげえよくできてて、このパンが半端ねえんだよ。マジ食ってみ。うん。確かにたかがホットドッグで220円って、まあねってなるけど、まあでも220円、まあ、うん、まあでもこういうあれだったらしょうがないの。まあでも、最近そうだね、うん。すげえうまいっすよ。最近食ったね、のでね、すっげえ残念だったっていうかね、もう、絶対食わねえって思ったのが、サブウェイ。新潟行った時サブウェイなんてね、俺田舎だったんでなかったんですけどね。サブウェイですね。一番がっくし来たのは。サブウェイの、なんか、結構いろいろ種類があって、一番人気くださいって言ったんです。で、そしたら、エビアボカドが一番人気だって言われて、これがね、値段が490円するんですよ。んでね、食ったんだけどね、全然うまくない。全然うまくない。これで490円、500円も取るのっていうレベル。なんだろう。パンの、サクサク感もないし、エビも大してなんかちっちゃいやつしか入ってないし、でようわからんし、あれ入ってるとしてもレタス程度だし、なんか、はへーって。これは久々にぼったくりだと思ったね。ぼったくりだと思った、ハンバーガー店っていうか、バーガーショップですね。これはひどいぞ。お前、ドトールのな、さっきも言うけどさ、ドトールってコーヒー店なのに、なぜかホットドッグ売られてるんですよ。ね。これ、そのさ、あれなのにさ、サブウェイってそもそもバーガー店じゃん。ね。それなのにだよ。その、主軸をさ、売りにしてる癖してさ、くっそ、うまくもね、500円でこの味かよっていうレベル。ドトールちょっと見習えよって思うね。
うん、本当にコーヒー店で多分一番驚いたのがこれですね。やっぱドトールのジャーマンドッグ一番驚いた。うますぎて。うん。恐ろしく、最初食った時恐ろしくうまくて、えぇ？ってなった。なんでコーヒー店にこんなのがあるんだと思って。一回。ちょっとだけ。でね、まだ俺食ったことないんだけど、レタスドッグっていうのもある。このジャーマンドッグに、レタスが挟まれた、レタスドッグが260円ですね。うん。ただまあ、ジャーマンドッグだね。まず食ってもらいたいよね。これうますぎんだよ、マジで。ああ。っていうのも、このジャーマンドッグも俺知ったのが、どっかのサイトですげえうめえから食ってみ、みたいなのがあって、はえーと思って。で、ちょうどそのドトール近くにあったから、食ってみたらね、本当に驚いたんですよ。うんめーと思って。ね、ジャーマンドッグでググるとね、ほんといろいろ出てくるんだ。うますぎるみたいなのが結構出てくるんですよ。うん、これがね、これですね、ソーセージとの相性を考えたソフトフランスパンって書いてある。ガッチガチのフランスパンだとガッチガチで硬すぎて噛めないっていうか、まあ、噛めないこともないんだけど、硬すぎるから、柔らかめのフランスパンなんですよ。で、それが相性抜群なんだよね。はあ、これはまた食いたくなってきたな。うますぎんだよ、これ、本当に。食うとね、え？って、これ焼きたてじゃんって。まあ、焼きたてなんだろうけど。本当になんていうかな、ハンバーガーで、ね、マクドナルドでハンバーガー頼んで出てくるじゃん。で、こう、紙剥いでさ、パクって食べるとさ、だいたいしっとーっとしてんねん。だいたい湿気でこう、へにゃーってなってたりすんやん。これはね、全然そんなことないんですよ。もう、焼きたての、もういわゆる、みずみずしさっていうか、それがないんですよ。もう、ほっかほかの、いわゆるその、なんて言うんだろうな。言いたいことわかるでしょ。へなへな、湿気でへなへなになったパンじゃないんですよ。もう、そのままの、パン、出来たてのパンの味が、それパリって、こう、パクって食べると、パリパリって言って、で、こう、簡単にこう、ちぎれるんですよ。フランスパンなんだけど。一応フランスパンだから、結構、外側がしっかりしてるんだけど、パリパリ言ってね、るんだけど、すげえうめえね。あ、これ絶対、これマジで食った方がいい。これは本当に。これほどね、これほどうまいパンはなかなかないよ。パン屋さんに行ってもこれほどうまいパンはなかなかないから。本当に。だいたいパン屋に行ってもさ、焼きたてのパンでさ、パリパリいうパンなんてさ、まあないべ。だいたい時間経ってたりすんねん。で、当然時間経つと湿気が吸着するから、へなへなになる。でもね、これはね、ドトールはね、多分もう、結局焼くんだろうね。注文あってから多分焼くんだろうけど、すごいよ。これは。絶対食ってみ？ドトール行ったら売ってっから。すっげえうめえから。多分これ一番人気ちゃうかな。多分ジャーマンドッグ多分一番人気ちゃうかなと思うんですけど。
一番シンプルな、ね、やつね。ソーセージと、パンだけのやつ。があるんですよ。なんか、いわゆる、なんか、ちょっと、え?って感じの、なりしたやつね。なりっていうか、まあ、えっというか、他にも売ってるみたいなんだよね。ドトールってパン、他にもいろいろ売ってるみたいなんだけど、明らかにその、目立たないあたりの、この、目立たないっていうか、しょぼーい。ほら、他のやつだと結構野菜とか、まあ、ふんだんに入っててさ、だけどさ、もうジャーマンドッグってただの肉と、肉、パンに挟まれた肉っていうか、ソーセージだけのやつなんだけど、これが一番うめんだよ。マジで。そこいらのね、ホットドッグなんてうめえじゃないですね。多分今まで人生の中で食ったホットドッグの中で多分一番うまいですね。さすがさすがって感じだね。だってホットドッグなんでさ、まあ、ローソンとかでさ、コンビニとかでさ、行けばさ、まあ、120円ぐらいで売ってるで。でも、これはやっぱ220円出す価値があるって。ね、このうまさ、このさ、やっぱなんつったってパンだよね。このジャーマンのドトールのね、このパンはね、ほんとパン屋開業してもいいんちゃうかっていうレベルの、フランスパンのこのすんごいこの、フランスパンの、このバランス感覚というかな、すげえ合ってるんだよね。フランスパンがね。ホットドッグにね。ホットドッグって、フランスパンのホットドッグって俺あんま食ったことないんだよね。いわゆる大体コッペパンみたいな、普通の、コッペパン的なパンに、ね、ウインナー入ってるやつなら結構食ったことあるんだけど、あんまりこういうの食ったことないよね。フランスパンに、ホットドッグ、ね。まあ、ね、皆さん。まあ、ドトールは結構、ね、どこでもあるから。まあ、どこでもあるって言ってもね、俺の田舎だと、どこにもなかったですけどね。俺のに、地元のね、新潟のね、田舎の方だとね、全くなかったですね。車で50分、車で40分ぐらい、30分か40分ぐらいかけて、新潟駅まで行ってやっとあるぐらいですね、ドトールはね。そんなレベルだからね、俺んちの実家はね、恐ろしい田舎だから。恐ろしい田舎だから。ほんとガチの田舎で。田んぼがね、あたり一面、地平線にね、輝くレベルの田舎だからね。夏になるとね、あれだから、ゲゴ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 。俺の家まで届くから、ね、窓開けると、あれなんですよ。ゲコゲコ、ゲコゲコ。カエルの、ウシガエルの、ね、鳴き声で、うーとか言って。そんな、声が、こだまする。すごいよ、あれは。まあ、これは、ジムビームハイボール、まあ、オレンジ、まあ、普通じゃね?って感じかな。まあ、ということでね、皆さん、ドトールのね、ジャーマンドッグ、ぜひ食べてください。
2333です。ご視聴ありがとうございました。